ドイツ IBM の研究開発拠点、ボブリンゲンラボラトリーズボブリンゲンラボで開発された IBM システム360モデル20。右は IBM2560 多機能カード読み取り装置。ドイツ IBM はドイツにある IBM 社の子会社で、本社はバーデンビュルテンベルク州の州都シュツット,トガルトにある。数ある国の IBM 子会社の中で国内で営業。 保守をしているだけでなく、英国 IBM と日本 IBM と共に、研究、開発、製造の総合力でその国、その地域、および全世界へ好影響を与えてきた。IBM は1910年から D4 マグの名称でドイツに進出していて、1949年にインターナショナルブーロ、マシナンゲゼルシャフト MBH と名称を変えて、後に、 ドイツ IBM とした。本社は1972年までは、同社の工場があるジンデルフィンゲンにあり、2009年までは、シュトットガルトのファイヒンゲンにあって、2009年からは、A 人間に移り、3000人がそこで働く予定である。同社の研究開発拠点も、シュトットガルト大都市圏のボブリンゲンにある。2003年には、ドイツ銀行の IT 業務のアウトソーシングを受けて、 ビジネスサービス主会社に800人の従業員を受け入れている。2006年からはマーティニエッターが社長で、彼は2011年から IBM 本社の戦略担当副社長を経た後、2012から2015年日本 IBM 社長を務めた。ドイツ IBM の研究開発拠点は1953年に工場があり、 その頃本社があったジンデルフィンゲンに比較的近くのボブリンゲンに子会社として開設された。1960年代にはシステム360シリーズのシステム360モデル20がここで開発された。1970年代になるとドス VS のリリース 28&29 からは開発が米国からここへ移管されて継続された。 1980年代になると IBM 4731現金自動預け払い機などが開発された。1990年代はデータマイニング用にインテリジェント、マイナーフォーデータ d b に用に DB にスコアリングサービスソフトウェアを発表し、またシステム390用に Linux も用意した。21世紀に入り2000年代には ISB サポートセンターを開設し、これは IBM エンディコット、IBM ツーソンとの協力による。2010年代には、クラウドコンピューティング、ワトソン、セキュリティ、各種解析、IoT、ブロックチェーンなどの分野での作業が進んでいる。ボブリンゲンには、お客様センターもあり、販売部門と研究開発部門による最新のソリューションのデモなどが行われている。 ジンデルフィンゲンの IBM データ処理の歴史の家にある IBM1403 ラインプリンタードイツ IBM の工場はシュトゥットガルトからそう遠くないジンデルフィンゲンにあるこの工場敷地を借りてボランティアによる IBM コンピューター博物館もあるジンデルフィンゲンにはダイムラーの工場もある土地柄であるドイツ IBM は近隣のオーストリア、スイス スロバキア IBM とパートナーシップを組んでいて様々なサポートを与えている。ありがとうございます。